吉田さん、あるものを使え。そうなんですよね。多くの人から見るとゴミのように見えたものでも、それがチャンスになることって結構あるんですよね。いや、私ね、ハワイで旅行中に石を売ったって、あのエピソードね、今考えてもよく俺やったなと思うぐらいすごいなと思いますよね。旅行中にハワイで金がないから、その辺に落ちてる石を集めてきて人に売るみたいなね、ラッキーストーンですよとか言って、よくあれでね、1時間1万円も2万円も稼げたなと思いますよね。ということは YouTube がなくったってあれができるわけですよ。で、戦後の焼け野原の問題もありましたけども、靴磨きの少年なんて当時結構いたらしいですからね。そこにはニーズがあって、そのニーズを満たすために人は存在していて、そしてスキルの高い人とかね、愛想のいい人とか、靴磨きをしながらいろんな情報をね、こう渡せる人っていうのが生き残ってきたと思うんですよ。で、これね、あるね、タクシードライバーの方に聞いたことがあるんですけども、タクシードライバーって本当にね、自分の能力次第でお金が儲かったりお金が儲かんないと、運じゃないよって言ってましたね。まずお客さんを見つけるかどうかっていうのも、どのぐらい注意深く安全運転をしながら、あの人もしかしたら乗るかもしれない、よし、何気なくスピード落として寄せとこうかなみたいな、でタイミングよくその人が気がついて、おおみたいな感じで、やっぱりねみたいななってるみたいなんですよ。でも新米ドライバーさんとか進歩のないドライバーさんっていうのは、誰か止めてくんないかなとか思いながら通り過ぎちゃって、で後ろの車がタクシーがね、お客さん拾って、ああ俺のが先にいたのにみたいな。だからちょっとスピードを緩めるとか、逆にちょっとスピードを速めて、あの人のところの目の前に行ってやろうかなみたいなね、そんなタイミングとか、あ、今日は午後から雨みたいだから午前中はいいやと、午後にかけようみたいなね。雨が降ると乗車率って上がってきますから、タクシー足りなくなりますからね。そんな考えもあるそうなんですよ。あとは乗った後、乗った後でどういう風にリピートしていくかっていうのもちゃんとあるみたいですよ。で、私たちはタクシーそんなに頻繁に乗らないんで、そのお抱えのタクシーっていうのはなかなかないんですけども、常連の方って大体同じタクシーに乗るみたいなんですよ。こうやって電話でかけて迎えに来てくれるみたいな感じで、ドライバーさんと直接連絡取るらしいんですよね。まあその時にですね、どのぐらいそのタクシーに乗ってる時間を楽しんでいただくか、もしくは休ませてあげれるかってところがポイントになるみたいです。で、多くのリピートを望む方っていうのは、ドライバーさんが気に入ったからその人との関係を続けたくって頼むらしいんですよね。そういうふうに聞いてるんですよ。ということは、いろんなお客さんが乗る中でいろんな雑談を聞いて、多分この人にはこの情報が必要だろうなってものをその瞬間抜き出してあげる、もしくはインターネットを探したりとかラジオを聞いたりとかして、その自分のお抱えの常連さんが好きな情報を流してあげるとかね、もちろん遊びとか裏情報とかも込みでですよ。そういったシークレットなやつとかも流しながら、公の情報とかビジネスのネタとかもしゃべりながら、タクシーに乗ってる時間は、まあ、経費になるっていう感じですね。本当にタクシーの移動代プラス情報料みたいなね、そんなのを払えるような満足度の高め方っていうのがあるみたいですよ。だからあるものを使えっていうのは本当にね、その通りで、あるものを使ってなければいくら与えても全然使わないです。だから昔からよく言われますけども、金がないとやらない人って金があってもやらないよっていうね、まさにそうだなと思いますね。金がなくたってやる人って金があったらもっとやるというね、そんな感じでございますね。はい、まあ私の場合はね、なんかやらなくなってきちゃったみたいなことがありますけども、やらなくなってもやらないやつよりはやってるみたいなね、なんかよくわかんない言い回しになります。まあどっちにしてもね、この撮影機材がある以上、あなたにも1億円のチャンスがあるのは間違いないです。それをあとはどう使うか、そして使い方を学ぶために速稼塾に入るかどうかですよ。入ってください。いってらっしゃい。